バルタザール・ファンデル・アーストは、オランダの画家、生物画で知られている。バルタザール・ファンデル・アーストは、ミデルブルフで羊毛を扱う商人の家に生まれた。少年は不明だが、1618年に25歳であったとの記録が残っているため、1593年か1594年生まれと考えられる。1609年、父親が亡くなった後、姉のマリアとマリアの夫であるアンブロジウス・ボスハールトの下に身を寄せた。ボスハールトはファンデル・アーストを生物画の画家になるべく手ほどきをした。同じように、ボスハールト亡き後、彼の3人の息子たちを教えたのは、ファンデル・アーストであった。ファンデル・アーストは、ボスハールト家と共に、ユトレヒトに移り、その地で、セール画組合に登録した。ルーランとサーフェリーも同じ頃組合に登録しており、サーフェリーの影響を受けたと思われる。ヤン・ダ・ウィスデヘームもファンデル・アーストの弟子であったと思われる。1632年までユトレヒトで過ごし、デリフトに移り1633年6月22日に、その地のセール画組合に加わっている。1633年2月に結婚し、二人の娘を設けている。ファンデル・アーストは1657年にその地で亡くなった。ありがとうございます。